時間帯に行くと気持ちがいいんだよね。着いたー。結構人が多いね。ありがとう。はいよ。ありがとう。はーい。前往福冈，为您的安全，请将手提行李放置最上方的行李柜或。めっちゃ美味しかったです。それでは。めっちゃいい。まあまあまあ、そういうなんか自分たちでわからん世界は。正解してるから不思議なんだよね。そういうの？こういう世界は。地元も少し遠いもん。やっぱそうですね。ちょっとお分かりですけど、すごい一緒なの。ゴミ、キラビアかな。はい、いい。今日ぐらいの部屋に二段ベッド。ああ。この時です。みんな、これは僕の YouTube に流れます。福岡で
日本酒バーに来ました。イエーイ。宮崎と対馬の方々に出会いました。日本酒美味しいですね。うまいね。もうなんか 2,3 時間いっちゃってます。でもなんか何しようと思って帰ってきてて、あ、はいはい、4年ぶりに日本帰ってきました。すごいですね、4年ぶりって。ひょっとしてその中に寝袋入ってない？寝袋入ってない。花札を渡しておきましょうか。花札を渡しておきましょう。4年後のおばちゃんには本当よ。いや本当にそうです。ね、お、乾杯したい。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとそれ負けたことあるね。何枚？え？何枚？2枚です。2枚、日本酒1杯は2枚ですよ。それを私もじゃあいただきましょうかね。聞こえてね。はい、店長。おはよう。あ、はい。2枚だろ、それ。はい、めっちゃ美味しいやん。めっちゃ美味しいやん、これ岩の蔵美味しいやん。飲まないと。美味しい、よかったら食べる。お焼酎だよ。いやー、やった。